園川翼、15歳、高一。この春初めて好きになった、その人の喜ぶ顔を見たくって。先輩、これ。え、漫画？はい。先輩が読んでみたいなら、私も読んでみたいなって思って。買ったの？はい。あ、私はもう読んじゃったので、どうぞ。すごく面白かったです。重い。重い。あ、そうですよね。30冊なんて持って帰るの重いですよね。重いのは君の行動。ありえないでしょう。30冊っていくらすんの？お金なら大丈夫です。小さい頃から貯めてたお年玉貯金を使ったので。いや、だからそういうのが重い。本当にごめんなさい。俺のことは諦めてください。そりゃ誰だって引くでしょう。世話好きの範囲超えて重いし。重い？休み時間ごとに好きな人の教室に通うとかやりすぎだよ。毎回話しかけてたら迷惑かと思って3回に1回は見てるだけにしてたのに。気使うところ間違ってるから。それ入学したばかりの春、杉山先輩は駅で貧血になって倒れかけてた私を助けてくれた。大丈夫？王子様だと思った。これは運命の出会いだって。なのに。あ、ちょっと翼、泣いてるの？だって、自分がすごく残念で。翼は確かにやりすぎちゃうところがあるけど、杉山はそれを受け止めきれない小さい男だったってだけだよ。翼の魅力がわかる男は他に絶対いる。私は好きだよ。ゆりちゃん！でもやりすぎは注意。ゆりちゃんは、一つ年上の幼馴染。クールだけど優しくて、頼りになる私のお姉ちゃん的存在です。どうしたの？昨日チャリにぶつけられてさ。ゆりちゃん怪我してるの？リアクションでかいな。大丈夫なの？骨折れてる？あ、足持ちづらいなら治るまで私がご飯食べさせてあげる。自分で食べたいからいい。そっか。でも、そうだな。部活はさすがに大変だし、手伝ってもらおうかな。いいよいいよ。ゆりちゃんバスケ部だよね。私が代わりに練習すればいい？いやいやいや、私はマネージャー。え？おーい、練習ぞ。ゆりが怪我して一人でマネージャーするのは大変だってことで、今日から臨時で新しいマネージャーが入ってくれるから。その川翼です。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。シャンス。じゃあまずはスクイズに氷とお茶入れて運ぶのを手伝ってくれる？部員が水分取るようにコートの外に置いておくの。なるほど。え？ごめん、アキ。謝る相手違うだろ。すみません、当たらなかった。あ、はい、大丈夫です。全然全く当たらなかったので。ありがとうございます。なんだろう、なんか見られてる？何見つめちゃってんの、アキ。もしかしてハートに来ちゃったけ？意外とガンガン行くんだね。草食男子みたいな顔してやらしい。部長に言いつけちゃおう。アホか。園川さん、俺と同じクラスだよね。ガラスマ吉成。ごめんなさい、私まだクラスの人半分も覚えてなくて。わかる、俺も。園川さんは有名人だから知ってただけ。え？2年の先輩の指導科やってる子って。こらこら、正直すぎるぞこの口は。痛いよ、トバくん。いい意味で、いい意味でストーカー。フォローになってねえよ。ちょっとそこ、翼をいじめるのはやめなさい。いじめてないっすよ。ゆりちゃん大丈夫？みんな悪い子じゃないんだよ。うちの部はいいやつしかいないから。うん。今私がここにいるのはゆりちゃんのため。マネージャー補佐、頑張るからね。そのためにも、もっと部員のみんなのこと知っておかないとだよね。ゆりちゃんは見てて、手に負担がかかるから。一人じゃ無理だよ。そうだよ、女の子一人じゃ危ないよ。ありがとう。1年3組、鳥羽優馬くん。学年で一番名の知れたイケメン。 S っぽい感じだけど、女の子には優しいフェミニスト系。この女慣れしている雰囲気、相当モテるオーラが出ている。シャーッス！遅いじゃん。ガチでうんこしてた。腹弱い、やばいから。1年7組、烏丸義成くん。
いつも声が大きい、人見知りしなさそう、微妙に話し方がギャルっぽい。そして1年2組日高亜紀くんは口数少ないからまだ全然わかんないや。でも助けてくれたんだよね。あ、その母さんだ。何そのメモ。これですか。これは部員メモです。性格その他、身長、体重、生年月日、出身中学、家族構成などを私なりに観察分析して。はっ、なんでね。嘘ですよ。違うんです。これは決してストーカー的なものではなく。そう、見せてそれ、面白そう。え、カラスマヨシナリ、部活でも教室でも声が大きい、空気が読めない、お腹が弱い。ああ、ダメです、これは企業機密です。すげえ、合ってるじゃん。空気読めないは違くね。合ってるよ。空気読めないは消してください。消さなくていいよ。今度他の部員のも教えてよ。引いてないのかな。うちの部はいいやつしかいないから。ゆりちゃんの言う通りだ。お茶なくなった。はい、頑張ろう。もっと頑張るぞ。お疲れでした。お疲れ様でした。お疲れ。腹減った。アキ、今日もコンビニ寄るっしょ。今月はもう金ないからな。アッキーくん、これどうぞ。え、朝お弁当のついでに作ったんだ。アッキーくん、いつもお腹減ってるから。しまった、また私は重い行動を。しかも盗み聞き。あ、ごめんね、手作りとかキモいよね。あ、いや、そうじゃなくて、ちょっとびっくりしただけ。ありがとう、いただきます。はよ。ごちそうさまでした。みんなにも作ってあげれば。あ、でも大変。作る。作りたいけど食べてくれるかな。心配しすぎ。っていうか、アッキーくんって何。カラズマくんがそう呼ぶから。くんはつけなくていいよ。アッキーは意外と大食い、そして早食い。話す言葉も周りより少ない。でもきっとすごく優しい人。私ももらってよかったの。もちろんだよ。短い間にいろいろ頑張ってくれてありがとね。おかげで私の怪我も週明けには完治しそうだよ。そうだ、私は臨時の手伝いで来てるんだった。明日が最後になるんだ。ただいま。このタオル、君を運んできてくれた子が置いていってくれたんだよ。貧血の時は足を心臓より上にするといいからって。思え。振られちゃったけど、ちゃんと返さなきゃ。マネージャー、もう少し手伝いたいなんてお願いしたらダメかな。本当に今日で終わりなんて。あのさ、ちょっといい？俺と付き合ってほしいんだけど。いつも俺の周りに来てた君が急に来なくなったら寂しくなったというか、ま、今になって気持ちに気づいたってことなんだよね。え？何これ何これ。初めて先輩の方から話しかけられたと思ったら。ってことは私、あの杉山先輩と両思いで、どうなの。これお返しします。あの日先輩に助けてもらってから、私はずっと先輩のことが好きでした。覚えてる。途切れていく意識の淵で、あったかい手が支えてくれた。そんな先輩に付き合おうって言ってもらえるなんて夢のようです。でもゆりちゃん、もうお茶作ったかな。みんな体育倉庫から道具出したかな。ごめんなさい、先輩とはお付き合いできないです。早く体育館に行きたい。あの日助けたって何。あれ、忘れちゃいました。駅で私が貧血で倒れた時、
先輩が駅員室まで運んでくれたじゃないですか。私が気づいた時、先輩はもういなくて。まだ近くにいるんじゃないかな。君と同じ高校の制服着てたよ。斜め掛けのカバン持ってて。すぐ先輩の後を追いかけて、声をかけて。俺はそんなことしてないし、そのタオル俺のじゃない。え、でも同じ制服で、斜め掛けカバンで。人違い、ごめんなさい。ごめんなさいじゃねえよ。あれだけつけ回しといて勘違いとかありえない。俺の気持ちどうしてくれるんだよ。ごめんなさい。あ、園川さんだ。何してんの。いやー、すごいね、カラスマくん。この状況で話しかけちゃうんだね。大丈夫？こっちが大丈夫じゃねえよ。やってらんねえ。女の子相手に。先輩に何から何まで迷惑かけて、ほんと私って残念すぎる。マネージャーも今日で最後でよかったんだ。また誰かに迷惑かける前に。まあまあ、そんなに落ちるなよ、園川さん。パーッと部活で発散すればいいし、テンション上げていこうぜ。これはガチで笛、マネージャーの必需品。みんなで買ったんだよ。私今日でマネージャー最後なんだけど。嘘！俺は知ってたよ。俺も。え？でも、そのカーにあげたかったから。どうしよう。きっとまた迷惑かけるって分かってるのに。最初に。羽が生えて飛んでいきそうなくらい嬉しい。マネージャー、やりたいです。あらあら、なんで泣く？ところでさ、そのタオル、アッキーの？え？だってほら、アキって書いてある。ほんとだ、俺のだ。でしょ、俺とオソロだから、お互いの名前書いたやつじゃん。ん？やっぱり、そのカーってなんか見たことあると思ってたんだけど。入学してすぐの頃、駅で倒れてた人でしょ。隠れてた運命が、静かに輝き出す。放課後、この体育館から。羽ばたきたい。一人じゃないよ。大切な仲